こんにちは、大宮です。今日は G-SHOCK GCW B5000 UN を紹介していこうと思います。誕生以来タフネスを追求し続け、2023年に40周年を迎えた G-SHOCK の原点と進化を象徴する限定モデルです。3種類のカーボン素材を使い分けた外装、オリジン、もしくは5000シリーズ初のモノコックケース、そして唯一無二の世界観を表現した色彩表現など、素材、構造、カラーの全てにこだわり、マスターピースの進化と挑戦を象徴しています。今回の動画では、はじめにウォッチボックス、時計のサイズやケースについて紹介します。そして持ち盤、時計の裏側、ベルトの解説、最後に実物に触れてみた感想についてもお伝えしますので、ぜひ動画を最後まで見ていただいて、何かコメントを残してもらえると嬉しいです。時計の前にまずはウォッチボックスをご紹介します。外箱にはエリック・ヘイズのデザインによる40周年のロゴを配したスペシャルモデルにふさわしい仕様になっています。40周年のロゴが刻印された内箱は G-SHOCK らしい力強さを漂わせています。ボックスの中には取扱説明書と保証書がセットされています。それでは今回紹介する腕時計について見ていきましょう。今回ご紹介するのは G-SHOCK GCW B5000 UN です。カシオのオリジナルブランドとして1983年に誕生した G-SHOCK は、2023年に40周年を迎えました。40周年イヤーの記念モデルの一つとして登場したのが、ファーストモデル DW5000C の角型デザインを継承した5000シリーズ、別名オリジンシリーズから3種類のカーボンを使い分けたフルカーボンモデルです。カーボンは初代 G-SHOCK で用いられた樹脂素材、96年に登場したメタル素材に次いで2019年に初めて採用されました。耐衝撃性の向上や軽量化だけでなく、ケースデザインにも新たな発展をもたらしたカーボン素材は、まさに G-SHOCK の進化の歴史を象徴しています。特に進化への挑戦を続ける G-SHOCK と、想像を超えて広がり続ける宇宙を重ね合わせた独創的なデザインに注目です。カラーバリエーションとして、ソリッドな魅力にあふれたブラックモデル GCW B5000UN1JR と、繊維模様で銀河を表現したパープルモデル GCW B5000UN6JR の2つがラインナップしています。今回は両方の違いについても触れながら紹介します。それではまずケースについて見ていきましょう。ケースサイズは横 49.1mm、 縦 45mm で、厚さは 14.5mm です。ケース素材には軽くて強いカーボンを採用したため、重量は約 65g と、フルメタルモデルと比べると 61% も軽量化しています。存在感のあるサイズでありながら、長く装着していても疲れることのない快適な付け心地が楽しめます。ケース一体型のベゼルには、航空機の機体などに使用されるフォージドカーボンを採用。カーボン繊維を樹脂で固め、高温高圧で成形することにより、ディンプル形状を含む複雑造形のパーツを高強度かつ軽量に仕上げています。膨らみのある形状に仕上げられたラグは、同じくフォージドカーボンで作られたバンド部分と一体化するデザインになっています。また今回のモデルでは、カーボンファイバー強化樹脂製のモノコックケースを5000シリーズで初めて採用。高強度、高気密、軽量化を可能にする裏蓋一体型の形状を、山形カシオの高精度金型成形技術で実現しました。さらにインナーリングやプッシュボタンにチタンを採用するなど、隅々まで素材にこだわり、強さと軽さを追求しています。ケースの周囲に4つ配置されたチタン製のボタンは、時刻合わせやモード切り替え、ストップウォッチでの時間計測といった G-SHOCK の多彩な機能で活躍します。ケースデザインはフォージドカーボンの素材を生かしているのが特徴です。 GCW B5000UN1JR はブラックとグレーの紺色模様で、オリジナルの G-SHOCK を彷彿とさせながらも、新素材にふさわしいソリッドな色味になっています。 GCW B5000UN6JR は銀河の霞をランダムに現れるカーボン繊維が作り出す独創的な世界観で表現しました。ブラックのカーボン繊維にブルーとピンクの着色樹脂、パウダー状のオパールを混ぜ合わせ、神秘的な外観に仕上げています。見る角度で表情が異なる独特の繊維模様は、プリントの模様と違い、樹脂やオパールの分布と量によって表面に現れる模様や色調に個体差が出るため、唯一無二の個性を感じられるでしょう。次は文字盤について詳しく見ていきましょう。
文字盤は黒い画面に白で表示される反転液晶です。コンパクトな文字盤に日付や時刻だけでなく、多彩な機能に関するあらゆる情報が表示されます。文字盤の左下には G-SHOCK が誕生した年を示すシンス1983の表記があり、40年の歴史に思いを馳せることができます。また文字盤の背景になっているレンガ模様は G-SHOCK 初号機から続く定番のデザインモチーフです。文字盤のデザインや機能の構成は2つのモデルで同じですが、 6JR ではケースの色に合わせて文字盤の周囲のラインと文字盤の一部にパープル系の色が用いられています。暗所での視認性を確保するスーパーイルミネーターも G-SHOCK の特徴の一つです。高輝度なフルオート LED バックライトが鮮やかな光で文字盤を明るく照らしてくれます。文字盤を守る風防には傷に強く透明度が高い反射防止コーティングサファイアガラスを採用しています。次は時計の裏側を見てみましょう。時計の裏側は G-SHOCK 40周年記念ロゴが刻印されたスペシャル仕様となっています。このロゴはグラフィックアーティストであり G-SHOCK との絆が強いエリック・ヘイズ氏によるものです。こちらのモデルには Bluetooth 搭載電波ソーラーの対衝撃型モジュールが搭載されており、カシオ独自のソーラー充電システムで駆動します。専用アプリを使ってスマートフォンと連携すると1日に4回自動接続し、時刻を修正するだけでなく世界の時差、タイムゾーン情報を自動更新し時計に反映してくれます。その他スプリット付きのストップウォッチ機能、タイマー機能、ワールドタイム、フルオートカレンダーなど多彩な機能が備わっています。機能を使用した場合の駆動時間は約5ヶ月、パワーセービング状態なら約18ヶ月となっております。室内の光でも十分に充電ができるので定期的な電池交換は不要。普通に生活していればバッテリー不足になることはありません。続いてベルトについて見ていきましょう。ベルトもケースと同じく軽量かつ高強度な法事とカーボン製です。強度と軽量さはもちろん、見る角度で表情が異なる独特の繊維模様をバンド部分でも楽しむことができます。ワンプッシュ三つ折れ式の中留めを採用しており、ベルトと一体になっているバックルを折りたたんで装着し、外す際にはバックル横のプッシュボタンを押せば簡単に外せます。また今回のモデルの新素材カーボンへのこだわりは中留めのパーツにまで徹底されております。強い圧がかかる2つ折れ部分は曲げに強い積層カーボンを立体成形して作られています。カーボン製にこだわりながらも実用性と耐久性が考えられた設計です。中留めのカバーにはバンドと同じフォージドカーボンを使用しているため、着用時はケースとベルト全体に一体感が生まれます。防水性能は20気圧防水となっており、日常の水仕事をはじめサーフィン、ジェットスキーなどのマリンスポーツやウォーターアクティビティまで水を使う幅広いシーンで着用できます。今回の G-SHOCK GCW-B5000UN1JR と GCW-B5000UN6JR の感想ですが、これは実際に触れてみるととても魅力にあふれた時計だと感じました。まず見た目以上に軽量で、その軽さに驚かされました。長時間装着しても疲れず、快適な付け心地を実感できると思います。またブレスレットの駒の内側の角が面取りされているため、腕当たりが優しく心地よくフィットしました。ベゼルやブレスにはフォージドカーボンや、バックルには積層カーボン、そしてカーボンファイバー強化樹脂を巧みに使用し、部位ごとに異なる3つのカーボンを組み合わせています。これにより G-SHOCK らしい耐久性とデザインが見事に融合しています。色味には個体差があり、これがオンリーワンの個性を生み出しているのが素晴らしいと感じました。ブラックとパープルのモデル、どちらも魅力的で、ブラックはどんなシーンでも合わせやすく、職種によっては仕事でも利用可能でしょう。一方パープルは樹脂やオパールの入り方によって個体差が生まれ、より個性的な印象を持っています。どちらも素晴らしいですが、使いたいシーンや個性を考慮して選ぶと良いでしょう。お取り扱い店舗は大宮、和歌山本店と心斎橋店となっております。ご購入をご希望の方はぜひ店舗までお問い合わせください。概要欄にもリンクや詳細を記載しておきます。また保証期間は1年間となっております。ということで今回は G-SHOCK GCW-B5000UN についてレビューしました。本日の動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。
この動画がいいなと思ったら、ぜひ高評価、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントで感想やレビューをしてほしい時計のリクエストを教えていただけますと嬉しいです。それではまた次回の更新をお楽しみに。ありがとうございました。